はい、皆さん、じゃあやっていきましょう。第2回目、フリーマッチ感想戦、いきましょう。今回はね、エレキュー6が出た、あたりに撮影したもんです。はい、だいぶサボってました、2週間くらい。ごめんなさいね、皆さん。なので、だいたい2週間、3週間、6月のね、半ばくらいの動画なんだよね。ちょっとすいませんですけど、許してください。ちょっとだいぶサボってた。ごめん。ほんとごめん。というわけで、行こう。自分もね、どんな試合したんだっけかなって感じなんだけどもね。ちょっともうちょっと忘れちゃってるけど、もう見ながらやっていこう。ね。第三者の視点的な感じでね、いけたら。あ、鉄板だよね、この 行くってのが。この入るとこを見るってのが、スナイパーがね、鉄板だよね、これは AP の攻めのスナイパーは。まあ、これも鉄板。やっぱ、センター詰めされてるのが一番怖い。ほんとね、エアープレーンでやられたくないのはセンター詰めなんだっけ？守りじゃなくて攻め。この橋の下とかに潜り込まれるのが一番嫌。なんでかっていうと、AP は2から1、1から2に行くのには絶対この橋を通るか、まあサイズグリックだと橋を通らないといけないから。ダメだし、まだダメだね。外した。外しちゃダメ。あれはもう2段階スコープ。いつもの俺だったら2段階スコープ。もうこれもダメ。ああ、ダメダメダメ。こんなのもう見せらんないわ。本当にもう、これ一発撮りなんで、本当に俺、この間もね、そう、一回ね、第一回の感想戦で言った通り、俺一発撮りしか出さないから。いや、こんな、いい動画なんか出さないんで、もう。俺はもう一発撮りだけなんで、もう、こういうのもあります。で、センター、そう、さっきの話なんだけど、センターを取られちゃうと、2にシフトできなくなっちゃう。1から2、2から1とか、そういうのできなくなっちゃう。敵がいるからね。で、動きづらくなる。これが、しかも、スナイパーでね、割とこっちから覗くのって強いんだよね。割と、実は。まあ、俺、どっちか覗いても強いと思ってるけど。そう、たまに意味は、俺的には、まあ、俺が、青部屋やっても、こっちがやっても、どっちも俺強いんだけど。ちょっとそれは置いといて。どっちかっていうと、こっちが、俺は橋側の方が選択肢をかけられる、相手に。俺はそう思ってる。どうしてもね、なんだ、青部屋からだと、まあ、青部屋からも確かに選択肢2択はかけられるんだけど、崖か青部屋の両方しかなくて、で、崖行くのにも時間かかっちゃうから、で、崖外すとね、逃げ場がないっていう。だったら、橋側のね、EU の攻めの橋側の方が、橋のなんだ、変な隙間みたいなのもあるし、坂と橋の隙間もあるし、普通に橋下もあるし、橋上もあるし。だからね、割と選択肢が多い橋側の俺は有利かなと思ってる。ただ先に置けるのは NRF 守りだから、まあ先にポジション取れるってとこでは有利なのかもしれないけど、正直試合の中間からはあんまり関係なくなるから。で、これね、やっちゃいけない。絶対こうなる。これやっちゃいけない。見てるスナイパーは見てるからね、やっぱり。最終戦でもこれは、なんていうの、1回くらいだったらいいかもしれない。2回3回はダメなんだけどね。確か俺この試合2回3回やるはず。ね、向きになってやってたはず。やれるかなと思ったんだよね、あれね。いいスナイパーだ。いいよ。手榴弾投擲。初回、基本的に初回の、なんだ、ファーストキルでスナイパーが死ぬって本当ありえないから。やっちゃいけない行動だから。ほんと、これで、ま、ラウンド負けてたら俺がもう戦犯ですわ。取ったかどうか覚えてないけど。いいね。できれば今のは、相手がバラバラだったから、まあ1-1でもよかったけど、仮に今、市中にいたスナイパーが TG 側向かったら確実に味方が死んでたから、俺だったら、TG の箱側まで行っちゃう。あ、これアホだわ。もうダメですわ。1回見せてる。これもう1ラウンド挟んでここに行くんだったらあれだけど、これは俺ダメだったわ。連続で行くのはもうあかん。1回見せちゃってるから。スナイパーで大事なのは、選択肢をいろいろ見せていくこと。自分これやりますよ。これもやりますよ。相手に。自分こういうのもできますよ。相手に見せていくと、相手が起きづらくなる。そこに。で、どん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 相手の置く場所を限定することができるから、1個のその、まあ、こっちの今でいう俺の攻め側のポジション攻め側だったら、その相手の守ってる SR のポジション、青部屋のなんて言うんだろうね、
どんどん限定させていくっていうのが守れる場所で、そこもそこを狙うポジションもありますよみたいなさ、なんて言うんだろうね、うまく説明できなくて申し訳ないんだけど、ちょっとスナイパーのねお話になっちゃって申し訳ないんだけど、やっぱりこう自分はこれもやれます、そこをこういう風に見ることもできますっていうアピールがすごい大事。そうすると相手もやっぱり、あ、ここ置けないんだ、ここ置くと負ける可能性があるんだなっていうのが出てくるから、でそう思わせられれば攻めは相手のスナイパー置くとこを限定させることができて攻めやすくなったり、そこにスモークを焚けば UAV が取れたりとか、いろいろな攻めの幅が広がるから、うまい、いいね、これでしょ。ちくわってのかな、これな。なんて言うんだろう。まあそういうことをね、スナイパーでやれると、すごく見方は楽だと思う。アサルトポイントマンの。やっぱり限定させておくと、ここにいるんだとかが分かるから。で、逆に、それの対策として、守り側はどうするかっていうと、1スナだったら、いろんなポジションで守れるようにしなきゃダメかな。2スナだったら、片方がいろんなところに行ければ十分だと思う。で、もう片方はそこそんなに動かなくても。センターから1とか、で、もう片方はもう 1行けたり2行けたりとかしなきゃいけないかなと、個人的には思う。で、今回スナイパー使ってるのはね、前回アサルトとかポイントもやったら、これ外した、あ、これダメ、あかんあかん、これもダメですわ。これもダメですわ。私、スナイパーとして。もうダメダメ。もうダメダメだよ。でね、これね、今ちゃんと見てれば分かんないけど、スモークに適当に撃ったけど、多分今の青部屋見えてなかった、ありえない走り方してたからね、走り降りる時も見えてたんだけどね。で、そのさっきのスモークたかれてた青部屋の時、俺一発撃って暗室っつうのかな、みんなはテロ部屋っつうのかな、そこに逃げてったけど、あれ今ちゃんとレーダー見てれば、UAV 持ってたスナイパーが一側の崖の方に出てたから、あのままガン見しとけばさっきの青部屋からやられるようなことはなかったかもしれない。その息を 見える可能性があったから、こういうとこだよね、やっぱりね。3回目、これ本田飛ぶっていうね、これ結構ね、俺が遊びでやったりすること、ここを撃てるかどうかが大事な相手、ここを撃ってくるような相手なのか、それともずっと見ちゃうような相手なのかがまた別で、で俺がこうやって釣ってることに対して味方が今左からアクションかけることができたでしょ。でこういう風に釣ることもできるし、挑発ではないけど相手の力量を測るっていうのかね、そういうこともできるっていうか、で相手今ちゃんと UAV されちゃったけど引く速度は速かったと思う。まあ、ちょっと見過ぎだった部分もあったけど、3回くらい見てたけど、でも全然今のはすごい、今ちゃんと相手引いてたから、まあ、最低限の UAV で死なないっていう部分では良かったんじゃないかな。でこの抜きすごい良かったと思う、相手。俺もやるもん、こういう抜き。ただあれ打ったことないし、まあ、位置がバレてる。ここを抜いてくるってことは大体そっちから抜いてくる。だから今みたいな感じに抜かれる。抜くってことは自分の居場所を教えるってことだから、そこを考えて抜かないとダメなんですわ。これ壁抜きゲーマーとしてのアドバイスです。大層なもんでもねえけどね、ね、本当に壁なんて誰でも打てば抜けちゃうからな。でこれはもう一側で、こう C4 バレてんだと思ったんだよ、これ C4、 あ、バレてるよな、これ多分ね、バレてるんだと思ったんだよね、じゃねえよ、これもう落ちてるとこもバレてるわ。まあこれね、もう2から1にシフトしたってしょうがないから、もう2から行くしかない。いかにこう止まらずに行けるか。で俺の場合はね、あんまりね、クレアリング丁寧ではない。もうここにしかいないだろうってのがある程度わかるから。わかるっていうか、そう確信していくから。今だったらリスを見ないとか。リス見てる暇がないから、リス見ないとかね。もうこれですわ。もうさっきの汚名返上ですよ。ただ、今の相手だ。今のはダメって言っちゃダメだね。クランの人にね。ただな、あそこで守ってはいけないかもしれない。まあ相手も俺の位置予測できてなかったから。仕方なかったのかなとは思うけど、あまりいい守り方ではないね。今のだったら無理にでも1中に2人で守らなきゃダメ、それか DD に2人で逃げ込む、それが一番得策だったかな。多分 DD でダクトに行けるのが一番良かったと思う。で取る音が来たら、まあ、ダクトから1人出て死んでもいい、それで1人は絶対守って、1人は絶対出ない、ダクトっていう選択肢をなくす相手から。あ、だ要は2人いるって思わせない、
それが、そういう、まあ、いろんな幅広げることはできたね、戦略的には。今さっきの2 on 2からのあれか。で、これ必ずカバー行くこと。スナイパーであろうが何だろうが、1人味方が目の前で死んだらカバー行く。これはもう FPS の常識。1人がやられたら、あ、ごめんね。ごめんね。このマナーモードにしとけばよかったね。FPS は1人やられたらそいつをぶっ殺しに行くっていうのが FPS なんで。ちなみにこれ隠れらんないからね、こうね。こうやって抜けちゃうから。こうやってね、抜くといいんですよ。自分の居場所ばらすけど、相手の居場所も確定させるっていう抜きだったら全然 OK なんですよね。それはもう条件5分。むしろこっちは有利。こっちは動けるし、いろんなところに攻めだから。動けるし、あと相手にダメージを入れてることで、今有利プラス2でぐらいだね。で、まあこうやって抜くと。今味方がセンターでアクションかけてくれたから、今のタイミングで行けば。これはちょっと満身だったですわ。あ、このラウンドか、俺 C4 見間違えた。これ。C4 バレてないみたいっすぜってこうやって言ってんだよね。そう、バレてると思ってたんだよね。この位置。これよー、これがレーダー見てなかったのが悪かった。てか、ジャンプして確認されたかなと思ったんだけどね。バレてなかったみたいで。ここね、俺だったらすぐ設置しちゃう。すぐ設置する。あ、でもこの選択肢あるでしょ。やっぱりスナイパー相手にあんまりこううるうるしない方がいい。できれば今来るだろうタイミングでジャンプで飛び出すとかがいいかもしれないね。内側のスナイパーはね、本当は僕やりたいんですけど、こんな守り方じゃないんだけどね。本当は俺クラン戦とかは全然違うんだけど、これ傭兵だから。味方がすごい裏取り行っちゃって、あ、どうしようどうしようって。もうセンターは上がってくることあんまないかなとは思ってたんだけど、裏取り行って味方が1人殺して、でカバーでみたいな感じでいたから、センターに上がってくる人数、まあ、センターを上がってくるような人はいないだろうなと思って、人数的にと思ってセンターは最初見なかったんだよね。相手からすると今1に行きたい感じだね。1が一番攻めやすい。2側は今止められちゃってたから。で、センターを使うのがセオリーかなと思ったけど、意外と相手が1側をこう押してくれる人だったから。まあでもこれはダメだね、完全にね、完全に無警戒ね。こういうのはダメですわ、皆さん真似しちゃダメですよ。俺割とこういうの多いからね、無警戒でいっちゃう。これ当てられないとダメですわ。俺ダメですわ。これ、チンパン伊藤ですよ。俺はね、割とこういうことやる。もう大胆にいっちゃう。で、これ、グレネード投げてきて、外すっていうのが、これ一番最悪なパターン。で、こうやって2度目はもうダメ。基本的にこのゲームね、決め打ち してもしなくても、もう守ってる方が有利だから。以前にも多分言ったと思うけど、壁に近い方が、壁、敵と戦うとき、敵、この状態で言うと、俺のが不利。今のは俺のが不利。壁が近いから。壁に近いと不利なんですよ、このゲームは。敵と戦うとき、自分の方に壁が近いと不利。これは飛び出されると不利。今のは右から来たら不利で、左から相手が飛び出してたら、棚部屋から来たら俺が有利。要は近いから、相手が壁。壁に近いと相手に見やすくなってしまって、自分は見えないっていうね。そう、この位置だと俺は見えるけど相手は見えない。今の頭の位置だとこっち見てる。それを意識して戦わないと、スナイパー、割とスナイパーは勝てない。アサルトだったら別にあまり関係ないとこあるけど。変だった。俺は割とね、こうセンター堂々と戦っちゃう人間。戦うときもどっちかっていうと、こっち多めだけどね、この崖の方から。手榴弾を使うぞ。これはもう下手くそですわ。あかんです。もうダメダメ。あんなのもういた。あかんです。あんなグレ投げるスナイパーいないよ、なかなか。この大差でね、みんなグレだけはしっかり入れるように頑張ろう。俺みたいなグレ投げるような体勢になっちゃダメだよ。L96 ね、ちなみにね、覗く速度は PGM に若干遅い。本当に若干遅い。
本当にそれだけで、クイックチェンジと 次打つまでの速度は L96 の方が速いんですよ。いや AWP の方が。ただその出会い頭打つっていうのスコープ覗いてない状態でではあの L96 は負けます。だけど連射力高いんで判定は L96 の方が高いですね。同時打ちすると多分 PGM 負けます。 PGM の判定弱いんで、ちなみに一番判定の強いあのセミオートではないコッキング式のあのスナイパーは FRF2 です。あれ判定がマジで強いです。連射力高いんで。個人的にねこのアバをね研究した結果、このゲームは攻撃力高い武器か連射力が極端に高い武器がめちゃくちゃ強いです。なぜなら攻撃力高いと一発が重い。まあ攻撃力高いから100キルは強いのは当たり前なんだけど、3発で落ちるってのはすごいでかいし、で連射力高いと相手の武器、相手が一発撃ってる間にこっちが2発撃たないと相手の一発は判定されないとかね、そういうのがあるんで、このゲームはね攻撃力高いか連射力高い武器が強いです。言ってる間終わっちゃったね、これね。終わっちゃったね、ちょっとね、これもう一回何にもできなかったのに。何も俺喋れてない、フリーマッチの感想戦。なんかアバについて喋ってるだけだった。口に直しちゃったけど、まあね、もう一回ちょっとだけ守り見ると、ちょっと守りについてもうちょっと喋ろう。今なんだろう、ただアバについて話して終わったね。フリーマッチの感想戦ではなかったもん。ちょこちょこ挟んでただけだけど、ただこんなこれね、こんなタイミングで言うのもあれだけど、今度ねなんかちょっと違う動画でも作ろう。アバの動画でも作ろう。みんなのためにっつう、あれも言い方もおかしいけどね、なんかこう一つ一つの武器を解説していくみたいなさ、俺なりにそんなしたらいいかな、あしたいなと思ってる。でそうや、そしたら AP だ、 AP について話しよう。守りのスナイパーのエアプレーンはあのこれにここでやれる、ここを通るやつを倒せる人はすごい強い、そういうスナイパーはすごい強い、本当に強い。あそこ通れなくなるっていうのは本当に深刻なことなんだよね、攻めからすると。本当動き出だしが遅くなる。で逆にそのリスポーン位置によってはあの関係なくなるから、あそこにあのなんだスナイパーに狙撃されないで端まで行けちゃうから、あれなんだけど、あそこ通るとき落とせるようなスナイパーは本当に強い。完全にご調子になってるわ。飛んじゃって飛ぶ意味がねえよ。でこなるべくだったらね、俺はねこのコの字で敵が倒されたらコの字で抑えて、このなんつうのリスまで下がって上がってくるのを見ていたくはない。なるべくだったら前で、こういう感じ、さっきもやってたけど、ここで倒して、ただじゃ返させたくないっていう。前も話したのかもしんないけど、相手の行動に対してリスクを負わせていくっていうのがすごい大事で、それがさっき言ったその攻めでのスナイパー、要はいろんなとこから選択肢をかけさせれることができるスナイパーっていうのは、なんで強いかっていうと、相手がそこを守るに対してのリスクを背負わせることができるから、守りづらくなる。逆にこっちはいろんなことを見せていけば、その倒しやすくなる。実力がだから当てる実力に関して差があると思ったら、そういうことをやっていけば強いスナイパーにも勝てる。だから力量を測るっていう意味では、最初のラウンドにちょっと3ラウンド、まあ、死にすぎちゃったけど、ああいうことをやるのはありなんだよね。どういうことまで反応してくる敵なのかっていうのを調べとく、最初に。前半戦で、前半戦全部使っちゃダメだけど、3ラウンドぐらい、前半戦って絶対6ラウンドあるから、その半分は使ってもいいかなと。ただ6ラウンド全部使ってしまうとダメだから、前半戦の半分3ラウンドぐらいは相手の敵を測るのに使ってもいいと。それをしかも3ラウンドごめん3ラウンド連続じゃなくて、1ラウンドやって2ラウンド目やらない、3ラウンド目やらない、4ラウンド目で測るみたいな、そういうやり方じゃないと上手い相手のクランには通用しなくなっちゃうから、どこまでやってくるんだろうっていう、どこまでこの人たちは知識を持ってるんだろう、実力があるんだろうっていう部分を
最初の前半の3ラウンドを使って見極める。で、後半に生かすってのが大事。ちなみに僕はすごく後半に強い男です。それは守りになろうが攻めになろうが変わらず、それは大体どのクラン戦でもその力量を測って後半対策するっていう部分で僕後半戦すごく強いです。俺がマジ切れして5人倒すっていう、あの5発で5人倒すフリーマッチで、フリーマッチじゃないクラン戦か、あのアスランでの動画、あれも前半戦ぶち切れてたけどちゃんと力量を測っての最後だったから、あ俺も押し殺せるなと思って行ったやつ、その相手の性格とか体力とかを考えて、あ自分が逆にこれをやり返せばいいのかなみたいな、エイムご利用しでもね、なんかそういうまあいろいろなんて言うんでしょう俺よくわかんねえこと言っちゃうね。まあ、なんて言うんだろう、相手の性格をちゃんと見極める。前半戦でその3ラウンド何を力量って言ってたけど、具体的に何かっていうと、まあ、性格だったりどんなプレイスタイルかっていうのだったり、どんな人かっていうのを見極めるのがすごく大事。力量もそうだけど、まあ、それを含めての力量かな、技量。それを前半戦3ラウンド5人相手全員を見極める、それを各自でチーム各自や個人でやれるとすごく強いチームになる。要は対策を取る、すぐ取れるチーム、適応力がある。どんなチームに対しても適応力を持つことができるチームになるから、そういうことをやれるといいかもしれん。 FPS はね、読み合いです。読み合いに自分の実力を重ねます。意味わかんないか、読み合いだけど、読み合いだね、読み合いだな。 FPS はすごく読み合いでございます。やっぱ対人ゲームなんでね、読み合いになるのは当たり前で、ただいかにその自分が安全に、自分は安全な行動をして相手にリスクを負わせることができるかっていうのが大事なゲームなんだよね。まあそんなこんなで今日のフリーマッチはここまでかな、感想戦。まあちょっと感想戦はね、一旦ちょっと次回はなしにして、ちょっと違うものをあげましょう。そっちの方が多分効果的なのかもしれない。もうちょっとはい、自分の皆さんに伝えたいことをまとめて、次回違う形でお送りしたいと思います。題して糸ちゃんラボ、糸ちゃんラボでいきましょうね。ごめん、やっぱなしでいこう。題名にセンスを感じられなかった。チンパン伊藤のアバ講座みたいな感じでいきましょうね。次回はどこまで皆さんの役に立つか分かりませんけど、じゃあそんなこんなで終わりにしましょう。お疲れ様です。じゃあまた次回は違う動画でお会いしましょう。バイバイ。